マニア。今回はこちらの2つのポイントで原石横原さんを磨いていきます。お笑い大好き。大好きです、1週間のうちでお笑いに費やしてる時間をなんかフリップに書いていってくれたよね。あら、ちょっと手書きで。これすごい、めちゃくちゃ字が汚いんですけど。あ、細かい。こちらです。細かっ。ピンクのとこがちょっと、まあ、お仕事関係というか、うん、でもほとんど、まあ、ピンク少な。月曜もうダンビラムーチョから始まってるやん。そうです、ダンビラムーチョさんから。ダンビラムーチョ始まりか。始まりですね、週は。白いけどな、ダンビラムーチョもな。え、ルミネは？ルミネ寄せを見に行ったりとか単独ライブ。見に行ってんのかこれは。見に行ってます、見に行ってます。これお二人のことの実際舞台で見たことあるんですか？あります、あります。あります、もちろん。ありますけど、正直そのあんまりそのもう知ってるんでもう興味ないというか。若手のまだ出てきてない人いるんだよね。河合くんから見てこういうとこがやっぱり詳しいというかお笑いマニアなってあるんですか？芸人に詳しいだけじゃなくてバラエティも好きなので、僕がダウンタウンデラックスに出て、でこうフジモンさんにちょっとタピオカいじみみたいな感じでみんななったんですよ。でその時に僕がちょっとこうなんか一言言ったら、それ見てて、あの河合くんの一言で場が全然変わりましたよね。見方がジャニーズの後輩の見方じゃないんですよね。そのバラエティの笑いっていう部分での見方なので。すごい。それ見ないの？先輩のそれこそコンサートとかね。見ないですね。見ないというか見る時間がないというか。確かに。もういやダンビラムーチョ省けよ。見る時間